ゼナック、スピラード、ブラックアウトのフォートっていうモデル、これのこの竿の渾身のロットの説明をします。この竿すごいの、魔法のロット。まず何がすごいかっていうと、まずここ、これソリッドじゃないんです。ソリッドじゃなくて中ブラでこの曲がり、全然大して力入れてないのにこれだけ曲がるんです。なんでみんなが結構ティップの弱いというか柔らかい竿を選ぶかっていうと、魚に違和感を与えないためって、まあ、大概の人は言うんだけど、まあまあそれはそうなんだけど、あの魚に違和感を与えないっていうのは、あの加えてからの話で、加えてから吐くまでが1秒でも長い方がいい。なのでみんなこうちょっとでも長く入れとくためにワームに匂いをつけたり味をつけたりするんだけど、そのこう違和感を与えなさっていうのを、ソリッドだとやっぱりこうデメリットがあって、チューブラと比べて、あの重くなったり、あとこう動きがこう、あのこの戻る動きなんかも結構重要なんだけど、その辺がすごくだるくなっちゃったりする。あと決定的に違うのは感度。これはチューブラで作ってるんで感度は最高、しかも世界最高クラスの感度を目指して作ってる、うちのロットで。なので魚が口に加えてから、こう例えば加えてから5秒で離しちゃうとした場合、ソリッドだと、あのこっちがバイトだと気づくのが加えてからもう4秒後だったり3秒後だったり、そうするともう残りが1秒とか2秒しかない。そんな中でバイトを感じてラインスラックを取って、それからフッキングをするっていう、なかなかその1秒2秒で難しい操作がになってくるんだけど、これだったらバイトがあって魚が加えてからもうすぐに気づくってことは、残り5秒はね、バイト感じてラインスラック取ってフッキング大概持ち込める。そこが一番の強みだから、正直あのもしかしたら今まで気づいてないバイトもあるかもしれない、ソリッドなんか使った場合にでもこれだと今まで気づかなかったバイトも取れる。だからなんで魔法のロットかっていうと、同じ釣りをして同じルアーを使って同じアクションをしても、このロットを使うとバイトが増える。今までと同じことやってバイトが増える。そんな魔法のロット使わない手はないでしょ。ということで、僕はトーナメンターなのでこれを溺愛してます。人より一本でも多く取りたいって思う人は、まずこれ手に取って触ってみてください。